はい、皆さんこんにちは、タートルです。満腹食べても太らない体作りたくありませんか？食べる量を減らせば痩せるのに、いっぱい動けば痩せるの分かるのに、できないんです。そういった方におすすめな万歳バグを紹介していきます。太らない体を作るために大切なのは、全身の筋肉をできるだけ毎日使うことです。そんなの分かってるけど、たくさんありすぎて大変なんです。そう思った方は、今回のメニューを2分です一緒にできるメニューです。うつ伏せ、仰向け、体を持ち上げてキープするだけです。激しく動くこともなければ息が上がることもありません。なのに全身の筋肉を使えます。運動が苦手な人ほど痩せる体が作れます。今日も一歩前進しましょう。まずは体の弱ってる後ろ側の筋肉、全身使っていきます。うつ伏せになった状態で手も足も広げます。このまま足、上体起こしてキープするだけ。20秒を3回続けていきます。いきましょう。手足できるだけ遠くに伸ばします。イメージは空を飛んでる感じです。全身の筋肉が使えます。 OK、 しっかり休んでください。あと2回頑張っていきましょう。飛びましょう。空を飛んでるイメージ。膝は曲がらない方がいいです。伸ばして、これで体の後ろ側全部使います。頑張って、あと少しです。 OK、 ちょっとね、肩がだるいかもしれませんが、あと一種目通りです。ラスト、頑張っていきましょう。しっかり手を上げてね。最後、できる人は少し揺れてみて。こんな感じ、揺れて OK。 よっしゃ、次はね、上向き、手足を起こします。これでキープ。これも一緒、手と足を遠くに伸ばすイメージ。首が疲れたらね、手頭でもいいです。こんな感じ、できる人は万歳。 OK、 あと2回です。2分で終わりますからね。頑張っていきましょう。全身の筋肉使いましょう。うわぁ、 OK、 あと1回で終わり。最後、できる人はね、少し入れよう。きつい人はこのポッキーですよ。オッケー、うわ、効いた。お疲れ様でした。簡単なようで難しい、今回のバンザイバグ、体の前と後ろ全部使うことができてます。満腹食べても痩せる体を作るには、これを毎日続けてください。1日2分時間作れますよね。頑張ってやった方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。